昭和女子大学は、東京都世田谷区大使堂1丁目7番57号に、本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、昭和女大。設置者は、学校法人昭和女子大学。両妻兼母の女子高等教育が主流であった、当時の社会風潮に対して、社会に対して開いた女性の確立を目指し、 詩人の瞳園地が創立する。その後、長男の瞳クスローに引き継がれ、レフトルストイの思想を見学の精神に展開し、2000年創立80周年の記念事業として巨大なブロンズ製トルストイ像を大学校内に建立した。その縁もあって、トルストイ家の現在の当主に大学を案内したこともある。その後、創立者の孫である、 人見返しに三代目理事長を引き継ぎ、学園改革を推進するとともに、同族経営からも転換を図った。元官僚のバンド・マリコを学長に迎え、グローバルな時代の流れに対応した、学科編成や、就活サポート、女性特有のライフスタイルの変化に合わせた、キャリア設計の指導など、時代のニーズに合わせ興奮をシフトした。百八十八年に、ボストンに、 海外キャンパスを持ち単位留学のシステムを日本で初めて取り入れた。2006年からは、世田谷キャンパスに英国式インターナショナルスクールを開校し、2019年から同キャンパス内に、米国大学日本校のテンプル大学ジャパンキャンパスも併設した。オープンカレッジも開校されており、社会人向けプログラムとして、 結婚や子育て後の女性の再就職支援に力を入れている。その他には地域住民向けの生涯学習プログラムの開校や、世田谷区や目黒区で働く子育て中のワーキングマザー支援の取り組みを行っている。世田谷区とは産学連携の提携を結び、子育て支援や子どもたちへの国際化支援の取り組みを学生主体で取り組んでいる。文科省の実験モデルとして、 スーパーグローバルサイエンスハイスクールの認定校である、付属高校と大学学部の一貫教育を取り入れ、高校生が飛び級制度で学部のカリキュラムを受ける制度がある。女子大学の中では、高い就職率とブランディングの確立に成功を収め、昨今の全国的な女子大学低迷時代にあっても、偏差値と志願者数は上昇傾向にある。 7年連続全国女子大学中1位の実習職率を誇りり、2017年3月、卒業生の実習職率は卒業者数百例人以上の全国大学中8位の実績を記録した。現在は卒業生でもある英米言語学者の金子麻子が学長となり、坂東麻里子は理事長、総長に就任している。学部大学院附属施設認定子ども園から、 大学院博士課程まで、世田谷区の緑豊かなキャンパスに集約しているのが大きな特徴である。最寄り駅は東急田園都市線3軒、茶屋駅で、駅からは5分ほど歩く。また、正門前にも東急バスと小田急バスのバス停がある。1977年に、東名学林1986年持ち集会品学料を開設。 英国のボーディングスクールを模して毎年1回3泊4日の教職員と学生が新職を共にする学寮研修に参加することが卒業要件である。集団生活を通しての生活教育として行われる伝統行事である。また、学内のキャンパスには7人の小人が毎日配置を変え置かれ、それを毎日7人の居場所を探し当てることが一時期メディアで、 ブームになった。学内には四季折々の花や緑が多く、閑静な環境が整備されている。松島七子出演の住友生命の CM や、南の陽子主演の映画膨大樹などのように、メディアのロケ地として使用された例もある。また、校内のビオトープには、現地ボタルが生息し、毎年初夏の頃には、ホタル鑑賞として、地域向けの開放を実施している。国際、 学術交流東京帝校、昭和女子大学には4つの付属学校が存在する。また、学校法人昭和女子大学は、以下の学校も設置している。学校法人昭和女子大学に関するカテゴリー、ありがとうございます。